はい、はい、どうぞ。本日ですね、 YouTube に広告を貼ってお金もらうのって4000時間、年間、前の11月30日から、うん、今の11月30日まで、うん、4000時間撮影されてないと思うんですよ、うんうん、でそれがずっと明日になったら12月1日から、うん、12月1日になるんですけど、うん、っていうので年間4000時間っていうのと、うん、登録者1000人っていうのがいるんですけど、はい、本日両方達成しまして、お、はい、やっと申請出せる、やっと出せました。でまあ申請通れば広告貼れて何ぼかでもお金もらえるんですけど、うん、まあ多分ね、そんな初っ端からみんなが食べていけるだけの額はくれへんと思うんですけど、多分はい、まあ、なぜ広告がそのうちつくようになります、なりますね、はい、これでやっとYouTube の YouTuber になりますし、はい、YouTube のお金をまたこういうのに、うん、こういう SR とかに回せるってことなんで、うん、まあこれからものづくりしやすくなるプロジェクトも進めやすくなるんじゃないですかね、うんうん、でまあ今工場設備の設計制作とかやりながら、うん、まあ、YouTube やってるんですけど、うん、止まる時って結構止まるんですよね、うん、設計が忙しくなると、うん、まあ、ね、あんまりゆっくりのことないんでね、うん、もうすぐ作ってみたいなのが多いんで、うん、けどまあその仕事がなかったら取りに行かないと頼まれたらやるけど取りに行かないっていう風にしていくんで、はいはい、そしたらまあもうちょっと進むかも、進むかもですね、はいはい、でちなみに我々着てるこのベストの、まあ、俺電池今ついてへんけど中華の電熱服なんですけど、はい、めっちゃ見てる、あのアイアンマンみたいに光るんですよ、こう光るんですね、これめっちゃぬくいですね、これこれぬくいね、うん、光ってますね、分かれへんね、あ、光った、あ、光った、あ、光った、光ってますね、いうことですね、はい、はい、これからもよろしくお願いします、お願いします、はい、はい、はい、次はバンジョーの中作ります、はい、まずこれ丸棒22ミリなんですけど、鉄の丸棒なんですけど、これを17ミリ、5ミリ落とします、抜けた、はい、これが純正というかタービンについてた盤上ボルトです、こんな感じ、ロングのやつにして、でロングの盤上ですね、こうやってつけて入れますと、でちょっと背高のっぽのやつを作ろうと思います、で今旋盤で六角ボルトを加工してきて穴開けました、で今度フライスでここの横から穴を開けようと思います、まずセンター取りで、はい、これで穴開けます、センター通りで、よいしょ、芯作っといて、よし、とりあえずこんな感じです、はい、盤上できました、で盤上ボルトがこれで90度曲げでこんな感じでタービンにつなぎます、はい、じゃあこれでオイルラインを作っていきます、どうやるかっつうと、まず仮組みしてるこいつに、まあ、大体曲げる位置を書きます、この辺でいいかな、とりあえず若干最後切ること考えて、こんなもんで印つけます、はい、次これ印つけたところと、これパイプベンダーですね、で印つけたところを曲げていきます、この辺かな、大体この辺で合わせて曲げます、ほっ、90度曲げです、はい、曲げました、はい、次もう一回さっき曲げたやつを合わせます、こんな感じですね、あくまで突っ込んで高さいいんじゃないですかね、で大体この穴ぐらいまでちょっと眺めてみて、この辺でカットします、こんな感じ、ここで切ります、はい、次ここで切ります、はい、切りました、で次はい、これで仮止めしていきます、仮で、つけます、ここでだいたいここに合わし込んで、はい、なるない、入った、高さがちょっと合わないので、まあ、調整していきます、8ミリぐらい切ったらいけるのかな、でこっ
口はまあ閉まる。これで一応つきます。はいはい、切ってきました。で、切って取り付けてみました。まあ一応こんな感じでつきます。で、ここも実際はもう一個ここにかますっていうことなんで、ちょっとこいつが邪魔なんですけど、まあ後でこいつどうせ回すんで当たらないです。なのでこいつを今からちょっとマーキングしてロー付けしていきます。よいしょ。はい、この火を溶接の時より短くして、もう慣れたな。あ、しもた、あ、しもた、うん、調子乗った、うん、ミスった。あ、セーフ。ここはどうしよう、これでいけるかな。この辺にやったらあと足りていってくれるやろ。いいね、つながった。来たできた。はい、できました。はいはい、次は SR のオイルリターン作っていきます。タービンに入ったオイルがオイルパンの方に返っていくような構造にしますが、その時用に下側のオイルパンの方にニップルをつけます。はい、やります。まず14ミリに作りましょう。14ミリ来ました。じゃあタップ切っていきます。これはテクがないので大使使います。はい、で次、すいません、取り損なった、取り損なったけど、なんかできました。取り損なっちゃったけど、これはい、できました。ちょっとあれやね、面取りしなあかんな。はい、オイルのプラグをこっちの穴開きに変えました。これでオイルのリターン作っていきます。はい、とりあえず仮でオイルライン通しました。結構下こんななんかいろいろいてるんで、わりかしホース通すとこはないかもしれません。まあ一回マフラー組んでからどうなるかってとこですね。はい、今仮でちょっとつけてきました。ちょっと取り回し悪いんで、ホースはまたやっぱり量産するんやったら買わんとあかんですね。下側これなんですけど、今ちょっとダラーンで仮でつけてます。これも取り回し結構きついっす。イグナイターついておりますね、下に。整流器か。まあまあ。この辺をどうにかせんことには走るのが、まあ、めんどくさい。ただエンジンかけないとこのままできるんで、一回これで組みます。はい。はい、ニップル的なものを全て作ったという、はい、作って、で、オイルラインつないで出ます。はい。クラッチのこの上のとこから分岐やね。そうですね。それからヘッドに行ってるんですよ、うん、ヘッドのここの2つやね。純正って、うん、あのこれだけなんですね、うん、そこからはい、はい、ここまで来てヘッド、はい、でなんかこことここつなぐやつとかありますけどね、これはまあ内部でつながってロッカーアームに入ったのかな、うんうんうん、であと全部にかかって、うん、カムチェーンとかリターンするんかな、うん、はい、そこからまあ、はい、それを分岐して、まあ、分岐してでタービンに入れますよ。そうですね、ここですね。入れたやつをちょっと今外してるけど、でここ入りますと、これ実際にはあのこれあの真下に向けるんですけど、うん、真下向けてこう来ます。そうですね、はい、はい、これが水の入るべきとこに一回入って、そこから経由して、経由していってるみたいな感じでね、この黒いやつですね、ポマのオイルラインに入るという構成にしてますね、うん、だからこれはもうちょっと短くてもええんやね、うん、まあそれこれアタホース使ってるんで、うん、こうなってるだけで、こう本当言うたらこう来てこう入ってくれるのが一番ええんかな。このタービンが、ね、だからほんまにもう15センチとか20センチでええんかな、うん、とりあえず試作はこれで、うん、量産の前に1回1本だけ買って合うかどうか確かめときたいですけど、ね、うん、この位置をちゃんと確定してからやね。はい、で下のラインはどこから取るかっていうと、 SR ドライサンプなんでここにオイル入ってるんですよね、うん、ここね、うん、けど一応エンジン側にもオイルパンっていうのはちっちゃいながらあって、あ、これやね、うん、これだからその下にさらにこれがあんねや。キャブのやつこれなくて、そうなんです、もういきなり見えとうけどね。でこれが志田さんが作ったスペシャルニップルやね。これをもう発注して作りましょうかね、うん、六角棒発注して、もう図面書いてどっか旋盤屋さんに発注するかですね、うん、でこここれがシフト、これ引きでやった方がいいな。これがエンジン、うん、これがペダル、ペダルのここ
中通して、センタースタンドついててもここの空間は多少ありそうなので、うん、中通してこう通して、うん、ここ通して、これ純正のオイルラインもここ通ってもなんかな、なんかあるね、うん、こう通ってタービンの方にこう行くと、うん、これはだからこの中を通すってことね、うん、そうそうそうってなりますよってことですね、ってな感じです、はい、はい、以上ですね。